はい皆さんこんにちはひろきでございますいかがお過ごしでしょうか私は元気にしておりますさてさて美術展のご紹介でございます今回はボッティチェリになりますはいさ早速、えー、序文を読ませていただきますボッティチェリといえば プリマベーラやビーナスの誕生といった華やかな神話画の代名詞ハザードのウフィッツィ美術館展にも代表的作品を展示しています生粋のフィレンツェッコだったボッティツェリはメリチ家のもとで存分に腕を振るいますが晩年には 過火な文化を敵視する層サボナローラに傾倒し作風が激変してしまいます本編では初期ルネッサンスを代表する画家の異なる側面に焦点を当てます前半はボッティチェリが生涯を過ごした街フィレンツェの人々の肖像と キリスト教の人物像、後半はシリーズ化されたさまざまな物語を読む作品を集めました後半では一枚の絵に同一人物が何度も登場し複数の場面を並べて描いた作品が見られますじっくりご覧いただきどんな物語が描かれているのかを 読みみ取ってみてください大作「システィーナ礼拝堂」の壁画やルーブル美術館所蔵の「蓮味宗壁画」など美しいフレスコ画も見どころです。第1部人物編「豪鬼擬人像」。 一躍名を馳せた初期の傑作「豪気偽人像1470年」豪気ですねもうこのまま兜をかぶれば戦闘に行けそうなまあブーツも履かなきゃいけないですかちょっと豪気ですねはいけどこの人女の人ですよね 豪気、はい、ですね「フィレンツェの人々の肖像」「若い女の肖像」1475年えー、結構シンプルですねはいそうですねシンプルですね作りがとても1400年代には思えないですねはい 若い男の肖像1483年こんな服今買ったらすごい高いでしょうねえおしゃれですねズラ・ズメラルダ・ブランディーニの肖像1470年から1475年頃 スカートがやっぱり膨らんでますねはい。柱があるんですねこの頃のアクセサリーってこんなもんなんですねまあ普段着なのかもしれませんがジュリアーノデメディチの肖像 1478年から1480年パトロン様でございますはいここに鳥がいますね赤いですねメディチ家さんはメディチさんはこんな感じだったんですね下ネッタ ベスプッチの肖像1480年魅力的な目をしていますね髪型がなんかピン留めみたいなのがすごいたくさんついてますねここの三つ編みもまたすごいですねなんか時間かかってますね 美しいですね。いやこれは確かに横顔で写した方がいいですよね。体の姿勢は横がいいですよね。やっぱりねこれはね。こんな髪型されてらっしゃるんだったら。「若い女の肖像」1485年。この方もまた髪の毛すっごいですね。 この頃はこんなの流行ってたんですかね、若い女の人の間では。ねえ、時間かかったでしょう。聖書の場面と聖人たち、聖母子と天使、千四百七十年。 はい、この方が天使様ですねこれはブドウですかはい視線が優しいですねこれ見てるんですかブドウを取りたいんですか聖 <Say, S 1> セバスティアヌス 1474年もう死んじゃうんじゃないですかねえ痛々しいですねはい「書斎の聖アウグスティヌス」1480年 書斎って感じですね。確かに。本が大きいですね。天文学もやられてたんでしょうかね。まあ、書斎ですからね。何者かはわかりませんよね。まあけど、成人ですけど。はい。受胎告知。受胎告知はね。は 大天使ミカエルが飛んでますガブリエルかガブリエルでしたごめんなさいガブリエルが飛んでますでやっぱりねマリア様は赤い服に青い布典型的ですねはい 書物の聖母1482年やっぱりマリア様産んだ後も赤に青なんですね見つめ合ってますね第2部物語編ダンテ作新曲の挿絵 地獄の見取り図ダンテの肖像1495年シンプルですねはいこの白いのは何でしょうね ダンテ、新曲、地獄の見取り図。1480年から1490年の少なくとも10年間かけて作られた大作なんでしょうかサイズとしては結構大きそうですけどもね。地獄ってこんなんなんですか そこには何があるんでしょうかそこには、奥底には。怖いですね。ダンテ新曲地獄編第18千1480年。人間悪魔。悪魔が人間を操っている。この方々たちは 地獄の神でしょうかバチカン・システィーナ礼拝堂の壁画、側面を飾る3枚の大作。システィーナ礼拝堂の壁画、モーゼの試練。 モーゼ、これここですかね。システィーナ礼拝堂の壁画、モーゼの反逆者たちへの懲罰。これがモーゼですかね。懲罰なんて与える人だったんですまあ10回を唱える人ぐらい人ですからね。唱えるくらいの人ですからね。はい システィーナ礼拝堂の壁画、キリストの誘惑。ね、誘惑。ありましたよね。はい。1482年。蓮味宗の壁画、新郎新婦を描いた。 宿根がルーブル美術館所蔵。七人の自由学芸に紹介される新郎・ロレンツォ・トルナ・ブオーニ、1483年から1486年。 この方が新郎ですかで、神父の友達を紹介されてるわけですね。多分。はい。カラフルですね。神父、ジョバンナ・デリー・アルビッツェに贈り物をするヴィーナスと三美神。ほう。 受け取ってますよはい。三美神というだけあって美しく描かれてますねまあビーナスも美しいですけど「ぼっかちを咲くデカメロンよりナスタジオ・デリオネスティの物語」第1話から 1> 第,4話第1話ナスタジオは森の中で騎士が女性を追いかける場面に遭遇女性がほとんど服を着ていません第2話騎士は犬が倒した 女性の背中を切り裂く。なんということでしょう。もうこんな顔しちゃってますよ。手もこっち向いてますし、こっちでも何か起こってますよ。もう、もうちょっと、ちょっとひどいですね。第3話。 ナスタジオが森の中で開いた宴会に騎士と女性が乱入。うわぁまたここでも裸だ、ほとんど。犬が噛みついてる。なんで女性がこんなに虐げられてるんですかもうこっちの女性も驚きですよ。ね、え第4話、めでたくナスタジオの結婚が決まり、 祝宴を行う1483年祝宴この頃の食事って美味しいんですかねパンとかむちゃむちゃ硬そうですけどねスープにつけないと柔らかくな,りならなさそうですけどねはい古代ローマの逸話より定説を守り命を絶った女性の物語 ルクレティアの物語。1504年。状態がいいですね。修復したんでしょうかね。女性がここに寝ていて、こんなことになってますけど、なんか刺されてませんかもうすでに。もう死んじゃってるんじゃないですかかわいそうに。こっちでもなんか、もう女性がちょっと、 女性がかわいそうに。なんということだ。ウィルギニアの物語1504年。うーん。ここでも女性が連れ去られてますね。ひどいですね、本当に。ここにいる人が親玉ですか この人やっつけちゃいましょうよ。フィレンツェ司教の奇跡を描く聖ゼノビウスの生涯第1パネルから第4パネル。第1パネル聖ゼノビウスの洗礼母ソフィアの洗礼。 フィレンツェ市長への任命。カラフルですね。状態がいいですね。ここ、ここで任命されてるわけですか洗礼を受けてるわけですか洗礼を受けてるわけですかはい。第2パネル。 悪魔払いをする子供をよみがえらせる盲人を癒すこれこれこれですね、はい、1505年第3パネル複数の死者をよみがえらせる落馬した死者をよみがえらせる 1505年なんか他にもいろいろやってそうですけどねはいこれとかもう骨になってませんかこっちでも何かやってますね第4パネル「荷車にひかれる子供。嘆く母親」「子供をよみがえらせる」 聖ゼノビウスの死。バイバイって言ってますね。死んじゃうんですね。はい、これから世の中大混乱ですね。はい、ご鑑賞いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。大変いろんな絵が出てきましたね。 1400年代から1500年代ってこんな感じの絵なんですね。フィレンツェではね。はい。色彩が結構豊かですね。私が思っていたより。もうちょっと、なんというか、もうちょっとこう、モノクロームに近い、寄った感じなのかと思ってましたが、逆なんですね。メディシケに召し抱えられていたんで、顔料は豊富にあったんでしょうね。はい。 はい。お楽しみいただけましたでしょうかこれでこの展覧会の紹介は終了となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。